もしも、私が死んじゃったら。だから、もしも、もしも、ジュリが死んじゃったら、それでも、ジュリに会いに来てくれるよね。ずっと、ずっと、忘れないでいてね。約束だよ。彼女をクラメって呼んだのよ。
害って後からの記憶にも影響するわけ？やれやれね。もしあんたが前にクラルちゃんと会っていてそれを思い出したんだとしたら、そこから記憶が取り戻せるかもしれないなって思ったのに。私も郷土資料室でちらっと見ただけだから記憶が曖昧なんだけど、この辺りに伝わってる伝承に鎖姫の物語というのがあってね、それは幼いわらべの姿をした魔物の姫で、生きる意志を失ってしまった人を捕らえては腐らせてしまうだったかな。まあちょっと違うかもしれないけど、そんなのがいたわけよ。で、その鎖姫と呼ばれていた少女の名前が、そうそう、冴えてるね。どうかした？同じ名前の女の子、クラメなんて今時の女の子につける名前としちゃ珍しいし、気になるじゃない。いつき、そんなこと言うもんじゃない。Thank you.
度お願いします。いつきさん、私と一緒に東京へ戻りましょう。少し、あと少しってずっと言い続けて一生を無駄にするんですか？ええ、そうです。わかりません。将来のことなんか誰にもわかりません。でも五木さん、あなたのご家族はもう生き返りはしないんですよ。この町のどこに五木さんの幸せがあるって言うんですか？私はもう、五木さんにとっては廃墟でしかありません。医者の言葉や周囲の人の親切に惑わされているだけです。五木さん自身がそう願っているわけじゃないでしょう。五木さんは他人がこうあってほしい、自分の知っている過去の五木さんであってほしい、そういった考えを鏡みたいに反射してるだけです。それは記憶が戻ろうと戻らなかろうと、ずっとずっと引きずられて続いていくんです。五木さんはもう自由なのに、どうしてみんな過去に縛り付けようとするの？私が五木さんを幸せにしてあげるだなんて、そんなことは思っていません。他人が他人を救えるだなんて、そんな思い上がってなんかいない。でも、五木さん、あなただけは。五木さん。今度二人だけでどっか行こうよ。ふーんだ、五木は信じてくれるよね。いいのよ、五木は私の味方だもんね。